埼玉県区喜市中里中里は埼玉県区喜市の町名。旧埼玉県北勝鹿郡栗橋町大和中里。郵便番号349-1112。区市南東部、中川と根源道川の間の中積平野に位置する。市内の自然堤防上を東部日光線が南北に走り、南部の一部では、札手市との市境に沿う。 全域が市街化調整区域の水田も及び、畑作地の混在する農業地域。北で、南栗橋、北東で小江門、東で、去って潮技外国府間、南で、去って潮技高須が、南西で、去って潮技松井市、西で、狐塚に接する。旧栗橋町に属していたため、現在の区域市内では、栗橋区域に属する。区市 1986年撮影。撮影当時は、北葛飾郡栗橋町大技中里。北西端が東武線南栗橋駅、南端が中川。国土交通省国土画像情報をもとに、作成古くは、下佐国下神戸省、島中川辺領。江戸時代を通じて、天領の葛飾郡中里村だった。寛永年間以前は、下うさ国に属し、 関営以降は武蔵国に属した。この当時、村内は上、中、下の三つの商名に分かれていた。用水は島川から取られ、助ケは日光街道栗橋塾に出されている。米、麦、大豆等を産し、武蔵田園墓には中里神殿として325国余り、原禄校長以降は199国余りが村高として書き残されている。 減少の原因は、利根川の流路変更及び水害が考えられる。中里村は、近世以降、ゴンゲ道川に沿って、み数二十件の島中囲い包みが建設されて、いたが水害が多く、明治時代以降も1890年、1910年、1947年の、利根川洪水で甚大な被害を受けている。明治が安年、下宇佐地県事所活となり、明治2年には、 葛飾県に所属、明治4年埼玉県葛飾郡中里村となり、1878年、軍区町村編成法施行により、埼玉県北葛飾郡中里村となる。1889年、町村制施行により、北広島村、河原の大村、北市民村、狐塚村、小江門村と合併し、北葛飾郡と与田村の大和中里となる。 1944年、戦時町村合併促進法により、豊田村が、同軍の栗橋町、西村と合併し、北葛飾郡栗橋町の大あとなるが、戦後の1949年、行政運営の面で円滑を書くとの理由から、元の一町に加村に、分村、再び豊田村大あ中里となる。この一町に加村は1957年に、再び合併し、 栗橋町大和中里となる。1999年北部の宅地として造成した部分を南栗橋として分離した。2010年3月23日、栗橋町の久喜市、和志宮町、勝部町への合併に伴い、久喜市中里となった。二つの川の中間にある集落のい、2017年10月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。